滝先生。大前さん。ダメですよ、こんな日に出歩いたら。すみません、ちょっと散歩に。この雨の中？雨好きなんで。先生は雨大丈夫でしたか？ええ、車ですから。でも台風は嫌ですね。靴の中がびしょびしょです。よく来られるんですか、お花屋さん？まあたまに。今日は台風でお店を閉めるところだったそうなんですが、特別に用意してくださるそうです。無理をお願いしてしまいました。でもちょっと嬉しいんじゃないですか？え？学校が休みになって。ああ、はい。私も学生の頃は台風の度に期待していましたからね。大抵は朝までに去ってしまうんですけど。そうなんです、めったに休校ってならなくて。実感こもってますね。え、いえ、はい。お待たせしてしまってすみません。こちらこそ、こんな日にすみませんでした。いえいえ。娘さん？教え子です。偶然通りかかったみたいで。そうですか。ですよね。先生まだお若いですものね。じゃあこれで。はい、ちょうど頂戴いたします。ん？指を。あ、今日は特別なんですよ。その声はゾッとするほど優しかったけど、同時に追及を許さない厳しさが含まれていた。それじゃあ私はそろそろ帰りますので。え、大丈夫ですか？少し小ぶりになるのを待った方が。あ、雨が好きですので。大前さん、これはダメですね。うん。後ろ荷物がありますので助手席に。はい。こちら使ってください。ありがとうございます。橋本先生、少しだけ話したそうですね。え？まあね、5年前にお亡くなりになったけど。はい、少しだけですけど。合宿の後、橋本先生にうっかり口を滑らせてしまったって謝られましてね。本当しょうがない人です。あの、今の写真に写ってた人って滝先生の奥さんなんですか？すみません、聞いちゃダメなこと聞いちゃいました。いいんですよ、気を使わせてしまってすみません。別に怒っているわけではありませんから。ここは？あ、左で。大前さんの想像通り、そこに写っているのは私の妻です。大学の同級生で、橋本先生と私の妻は北宇治高校の生徒でもあったんですよ。そうだったんですか。ええ、その頃は私の父が顧問で全国大会にも行っていたらしいです。らしいって？私はその頃父に反発していたのでよく知らないんですよ。ただ妻の話だと、高校3年間全国大会には出ても金賞は取れなかったって。だから自分が先生になって母校を全国金賞に導くんだって病気になってからもずっと言っていました。滝先生はそれ以上何も言わなかった。多分自分の個人的な事情を私たちに押し付けたくないのだろう。何ですかこれ。でもそれでは困るのです。でも強く願っている。全国で金を、北宇治高校が全国金賞を取ることを。